セルジオ・フロッカリは、イタリア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはFW。21歳まで下部リーグでプレーした後、2002年にジェノア CFC に加入。その後リミニで4シーズンを過ごし、リミニをセリエ C2 からセリエ B まで昇格させると、2006年1月1日にメッシーナへと移籍しセリエ A にデビューする。メッシーナでは目立った活躍はできなかったが、2007年7月18日にアタランタに移籍。2007から2008はチーム2位の8ゴールを挙げ、2008から09シーズンにはチームトップの12ゴールを挙げるなど活躍し、チームを2年連続でセリエ A 残留に導いた。その活躍から2009年5月20日、移籍金1100万ユーロで古巣のジェノアに7年ぶりに復帰することが発表された。インテルに移籍したディエゴ・ミリートの穴を埋める期待をされたが、11試合で4ゴールに止まった。2010年1月4日、シーズン終了までの期限付きで SS ラツィオへ移籍。ラツィオ移籍後最初の公式戦となった1月6日のリボルノ戦で移籍後初出場すると、いきなり2得点を挙げ勝利に貢献した。その後も貴重なゴールを連発して、途中加入ながら17試合に出場して、チーム最多の8ゴールを挙げ、ラツィオの残留に大きく貢献した。シーズン終了後に完全移籍。2011年8月31日、パルマ FC に期限付き移籍し1シーズンを過ごした後、2013から14シーズンにはラツィオに復帰したものの、2014年1月30日に US サッソーロカルチョへ完全移籍を果たした。2016年1月11日、ボローニャ FC へ移籍。2010年10月のユーロ2012予選に向けたイタリア代表メンバーに初めて招集されたが、出番は訪れなかった。ありがとうございます。